皆さんこんにちは、渡るぐるビジです。では今回はギレンデワークシズの脅威部位ハマーアクシズ編、おそらく最終回になると思います。シャーのこもるスイートウォーターへ軍を進めていきたいと思います。とはいえですね、前回北京上空の戦いでシャーとギュネイを撃破しているので、速攻を決めることができれば、そのシャー自体がね、出現しないまま、スイートウォーター決戦に持ち込めるかもしれないんですけど、いかんせんですね、主力がグリプス2に今入っているので、これに移動が数ターンかかるので、状況はね、慎重に見極めていきましょう。では、時間を進めます。では、全部隊、いよいよ、スイートウォーターへと、進んでいきましょう。ハマーンはね、結局キュベレーのままになってしまいました。なので、万が一シャアがですね、サザビー、ヤクト動画もそうですけども、モビルスーツ、高性能機に乗ってきた場合には注意が必要かなと思います。アクシーズ軍110、ネオジョン44ですね。アクシーズ軍はもう全兵力、ここに叩きつけてます。まずは、騎兵から判断していきましょうか。パッと見だと、レウルーラ、ノイエジール、ハンマハンマー、あとメッサーなんかがいるように見えますね。騎兵を見る限り、ヤクト動画やサザビーはいないように見えます。油断しないで進んでいきましょう。一応、4方向から、同時にですね、軍を進めているという状態です。敵の出方次第にはなりますけども、特段問題はないかなと思いますので、このまま行きましょう。グアダンも結局ここまでね、戦い抜いてこれましたね。サダラーンも沈められることなく、この最終決戦へと、突入してます。機関はやっぱりレウルーラですね。ハスラが率いています。マシュマーもザクスリー回ですね。ランク B、もうちょっとね、本来だったら、成長をさせることができればよかったのかなという点はちょっと残念ですけどね。ジュドーもヤクト動画に載ってるし、万全の体制をね、築くことはできているかなと思います。ハマーンはここです。能力は化け物ですね。キャラスーンはゲーマルク。ランクは B です。ゲーマルクもね、まだまだ最前線で戦えるスペックになってますね。では、敵の本体が我々の本体の方に向かってきてますので、これ迎撃戦に入っていきましょう。アルパージールから。発進です。もう突撃態勢でいいかなと思いますので、突撃していきましょう。レウルーラもね、できればもう、ここで沈めておきたいぐらいですよね。ぱっと見やっぱりライルぐらいしかキャラはいないかな。ここにレズンがいますね。専用のギラ動画に載ったレズン。注意しなきゃいけないのはこれくらいかなという感じがします。ハンマハンマには新松永。新松永もね、この時点で相当な強さに成長を遂げてくれています。グレミー。グレミーはね、ランクがまだ A なんですけど、もうニュータイプへの覚醒は済んでますので、ヤクト動画に載ってればかなりのね火力を期待できるかなと思います。マシュマーも攻撃に入りましょう。では全面衝突です。もう損害はあまり気にすることはない最終決戦ではあるんですけども、せっかくならねしっかり勝ち切りたいですよね。ここはアルパージールからの攻撃です。オーグストはまだバウかな？
そうですね、マウン乗ってますね。百式なんかも誰も乗ってませんでしたね。新松永はハンマーハンマーです。敵もゲーマルクいましたけど誰も乗っていない。ラカンダカランはドーベンウルフ。ギュネイがいるな。ギラ動画ですね、乗ってるのはね。ヤクト動画ではなくてギラ動画。まあさすがに強いですね、ギュネイは。ギラ動画指揮官機でも落とせませんでしたね、今ね。ここはクエスですね。まあ、本当にここで仕留めきれれば、損害はこれ以上広げなくて済むので、なんとかアルバージェイルのクエストを。最後、ハンマーハンマー、新松永の格闘で、撃墜完了です。これで強敵をまた一人葬り去りましたね。当然の結果なのだから。ギュネイも、撃墜です。シャアがちょっと見当たらないですね、まだね。ライルのレウルーラも撃沈です。このデータを解析すればさらに改良できそうだ。貴様ら、どうやらシャアはこの戦域スイートウォーターにはいなそうですね。残ってる士官一人なんですけど、これはレズンだと思いますので、シャアはすでにこの中域にはいない。まあ、そういう状態で最後、攻略完了まで持っていきましょう。ノイエジール、これ3かな ?2 じゃなくて。なんかにね、シャアが乗ってても、だいぶ苦戦するんじゃないかなと思ったんですけどね。乗ってませんでしたね。では最後にハマンで残ったまあドライセンを倒して攻略完了としたいと思います。エンディング見ていきましょう。報告します。シャアの本拠地サイドワンを制圧しました。我が軍の勝利です。ハマン様、すべての勢力を撃破しました。皆の者、ご苦労だった。直ちにミネバ様にご報告しよう。ミネバ様、すべての敵を打ち倒しました。そうか、めでたいな。皆の者によくやってくれたと伝えておいてくれ。これからどうするのだ、ハマン。ミネバ様には地球圏の女王になっていただきます。女王か、ハマンはどうするのだ。これからも私を支えてくれるのか。無論でございます。これからも私はおそばにおります。そうか、苦労をかけるがこれからも頼むぞ。
ハマンカーン率いるアクシズ軍は戦いに勝利し、悲願であったジオンの再興を果たした。復活したジオンはザビ家の正統後継者ミネバラオザビを頂点にいただき、新たな国家として歩み始めたのである。ジオン最高の最大の功労者であるハマンは、その功績と共に戦った将兵の絶大な支持によって確固たる地位を築いていった。そして天性の政治力とカリスマ性を発揮することで、国家運営という困難な事業を順調に達成していく。しかし優れたニュータイプであるハマンは新たな目的を見出していた。それは人類を革新へと導くためのニュータイプによる人類の支配である。ハマンは同調するニュータイプを集め、ニュータイプによる世作りを始める。果たしてこの試みは成功するのだろうか。人類は新たなる時代への第一歩を踏み出そうとしていた。はい、ハマーンアクシズ編、これで、攻略完了となります。後半になればなるほど、まあ楽になっていったかなと思います。序盤の方がね、ちょっときつかったですよね。ニューゲーム選べないのがまだ一つ、二つ、三つとありますがね。これも、まあ、おいおい、出していきたいなと思いますが、ハマーンアクシズ編は一旦これで終了とさせていただきたいと思います。